1977年11月16日、ニューヘイブン公演でのジョン・ディ・ーコン、ブライアン・メイ、フレディ・マーキュリー。ニュース・オブ・ザ・アールドツアーは、イギリスのロックバンド、クイーンがアルバム、世界に捧ぐのリリースに伴って、北米とヨーロッパで行ったコンサートツアーで、1977年に、北米で26公演、1978年に、 ヨーロッパで20公演が行われた。1977年12月11日に、ヒューストンで行われたコンサートは録画され、映像や音源はブートレグとして世に出回っている。これは1978年4月12日に、スウェーデンのストックホルムで行われたライブのセットリストであり、ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではない。 We will rock you, we, will rock you, ブライトンロックアイにすべてを、デソン・トゥーレックス・キラー・クイーン・懐かしの、ラバー・ボーイ・アイム・イン・ラブ・ウィズ・マイ、カーゲット・ダウン・メイ・クラブ・ミリオネア・ワルツ・マイ、ベスト・フレンド・エーエンの翼いツレートナウアイム・ヒア・ラブ、オブ・マイ・ライフ39マイメランコリー、ブルース・ホワイト・マン予言者の歌ギター・ソロ予言者の歌、歌ストーン・コール・ド・クレイジー・ボヘミアン・ラップソディエンの、ロックン・ドール・タイ・ユア・マザー。 ダウンアンコールウィウィルロックユ伝説のチャンピオートアンコールシェアーハートアタック監獄ロックゴットセーブザクイーンありがとうございます